エフィンガム郡はアメリカ合衆国上ジ,ジア州の東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は52,250人であり、2000年の37,535人から39.2%増加した。郡庁所在地はスプリングフィールド市であり、同郡で人口最大の都市はリンコン市である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば2008年、エフィンガム軍は2000年から2007年の人口増加率35.1%となり、国内中規模の軍の中で第6位となった。エフィンガム軍はサバンナ大都市圏を構成する3軍の一つである。都市圏人口は33万4000人である。エフィンガム軍は177 17年2月5日に、 植民地時代のセントマ州とセントフィリップ各パリッシュの一部を合わせて設立され、ジョージア州当初の軍の一つとなった。軍名はイギリスで植民地の権利を擁護した第三代、エフィンガム伯爵トマス・ハワードにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は482.82平方マイルであり、このうち、 陸地479.41平方マイル、水域は3.40平方マイルで、水域率は0.70%である。週間高速道路アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1900年代初期、軍経済の根幹は農業だった。主要産品はアイルランドポテトとスイートポテトだった。 1920年代初期には、たくさんのアイルランドポテトを生産できたので、夏には、多くの貨車を、ポテトで一杯にして出荷していた。エフィンガム缶詰会社やポテト損製造所など、小さな企業が、大きな事業に育った。エフィンガム缶詰会社は長く続かなかった。1918年に、スプリングフィールドのサバンナアトランタ鉄道機関車、修理工場があった場所に設立された。 この場所は現在スプリングフィールドの南、修道21号線沿いのジョージアハイウェイ、イジブビルとは道路向かいにあった。1940年代に別の缶詰会社がスプリングフィールドの小学校跡地で創業していた。21世紀初期、工業用地のために前例のないような需要が起きた。港湾と海岸部の経済が成長を続け、人口が増加したことにより、 工業開発への関心に拍車がかかった。これには軍需産業や航空産業など多様な製造拠点としての役割が貢献した。サバンナ地域にはガルフストリームとハンター陸軍飛行場がある。2005年以降エフィンガム軍工業団地には新しい入居者がいくつか入ってきた。2007年にはポルトガルに本社を置くトランス製造会社フェイスクグループが 北中米製造拠点として入った。アメリカ工場は、リンコンにあり、電力トランスのコアと容器を製造している。その他の企業としては、フリントリバーサービスの冷蔵倉庫、バリューパートの物流センターがあり、団地内に既存の企業も拡張した。この団地は、ジョージアの港、サバンナ国際空港、サバンナ市から15マイル以内にあり、 週刊高速道路95号線からは4、車線上下分離道路で10マイルという理想的な立地にある、エフィンガム工業開発公社が開発用の土地約4000エーカーを取得した。その中には、週刊高速道路16号線に隣接する200エーカーや、やはり16号線沿いで、週刊高速道路95号線からは7マイルの、 土地1550エーカーが含まれている。どちらもジョージア港湾公社から15マイル、週刊高速道路16号線と同95号線交差点近くにあるチャタム軍メガサイトから10マイル以内にある。この場所には床面積1000万平方フィートの蛍光業や物流センター、倉庫を作る広さがある。さらに元、リサーチフォレストの用地も最近取得した。 広さは約2300エーカーあり、商業、事務所、重工業、軽工業、専門サービス、研究及びレクリエーションなどの開発用地となる予定である。この用地は、ジョージア港湾公社から6マイルの3つの区画で構成され、サバンナ川パークウェイ、ノーホークサザン鉄道本線、CSX トランスポーテーション本線からのアクセスが計画されている。 現在は、マスタープランの作成中である。その計画では、研究開発、組み立て、本社など、環境配慮型の施設を誘致することになっている。エフィンガム軍の製造業には、製紙工場、精密タービンブレード製造のドンキャスターズ、アルミジオデシックドーム製造のテムコア、コンクリート管製造のハンソン、ビジネスジェット内装のエドワーズインテリアズ、 電気トランス製造のフェイスック PT などがある。ありがとうございます。